岡田監督、評論家時代からずっと監督再登板したかった。岡田監督、評論家時代に阪神から監督へのオファーがあったらどうするかと質問された際のコメント、自分がやりたい豊かて、こればっかりは自分では決められんからな、とにかくねファン目線で野球を見始めたらもうあかんのよ、タイミングもあるやろし、監督をしたいという気持ちを持っとかなあかん、意思がなかったらええ加減に野球を見てしまうもんな。球団は平田さん推し、阪急の住会長が岡田さんを強く推し、最終的には大トップの意向で岡田さんになったらしい。阪神のフロントからは、本当に強くしたいというのが伝わってこなかったからな。阪急が人事に介入していきなり結果が出た。岡田監督よかったよな、解説者時代の口癖が歯がゆい、今の阪神は勝てるチーム、実際率いて独走優勝からの日本一なんだから。誰がどう見ても岡田監督しかなかった、それを判断できない阪神球団はおかしい。もともとは今岡路線とは聞いていたけどね、そもそも平田なら和田金本矢野と順当に若返っていた流れから逆行する。前任の矢野監督の批判もあるが、そもそもトップが向かない彼を監督にしたフロントにも問題があった。岡田さんは早く戻りたかっただろうけど、必要な時間やったのかな。和田さんと金本さんの時の選手では誰が監督をしても難しいと思うけどな。金本、矢野の若手を積極的に起用し育てたのは事実、しかし選手起用采配で勝てる試合を落とす、岡田監督に代わってそれがなくなった。手を尽くしてからの岡田でよかった、結果的に可能性を潰してからの再任となったおかげで、球団内の批判的な人も表立って非難するのが難しかったと思う。今年の優勝で岡田をもっと早く再任すればよかったんじゃないかという人もいるだろうけど、それだと大山や近本とか取れてたかどうかは怪しい。金本矢野岡田、この流れできたからこんな生え抜き若手満載のチームになって、優勝できたと思う。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。